方で始まりました。もちえさんチャンネル。さあさあさあ、今回なんですけども、今日は予備校講師の休校日、つまり休みですね。休日です。まあもう、これを経験するのも最後ですね。ああ、休校だ、やったーっていう風にね、なるんですよ。特にまあ忙しい先生たちなんかはね、この絵があるだけでだいぶ違うからね。まあ昔はやっぱりすごいあった。週5日やってた時は、ああ、やった、休校だーってなってましたね。まあ特にやっぱ朝、起きなくていい一限の授業がある時は、一限がない、やったぜーってなる。夜型ですから、ああ、寝てられるっていう風になるんですね。で、夜も一番遅いコマをやることが多かったんで、昔はほんと全部校舎最後だったから、終わるの。ね、そうそう、若手っていうのはですね、そういうコマ当てられるんですよ。みんながやりたがらないやつ。だからそれがないから、早く帰れる。っていうのがね、やったんですよ。懐かしい。これ、ボディメインテ、まずい。で、まあ、カイジ君のところに朝と夜しかないから、朝早く、そして夜遅く、間がないっていう感じの生活でしたよね、毎日毎日。いや、移動も大変だったな。一日にやっぱ複数の校舎に行ってたから、まあ今もう授業数も減らして同じ校舎だけだから別に何とも思わないけど、昔は本当大変だったな。とそのやっぱ休校日になった時のこの喜びがすごい大きいわけですよ。まあ本当にね、人によって過ごし方は違うと思いますけど、まあ先生たちもね、趣味がある人だったら趣味とか、家族がいる人は家族、サービスみたいなね、もう私は何にもないので別に、飲みに行くとかも別になかったし、まあもともとやっぱそのね、夜遅く働いてるっていう状況で、飲みに行くとかもね、呼ばれることもないし、呼ばれたとしても行くことができないっていう状況でしたからね、毎日ね。それが当たり前で生活しちゃってたから、なんとも思わなくなりましたね。休校のやつね、時々ね、高校生のはないけど、大学受験科はありますよとかっていう時がね、あったりして、行かなかったことあったね。授業、今日授業あったんですけど、みたいなね、なんてことあったな。で、その時に言われたのが、いやー、かなりいろんな多くの先生が、実際今日授業行かなかったんですって言ってた。ちょっとかね、ややこしい、スケジュール。まあ一応ほら、週に、一応1ヶ月に塾業界って4回っていうので、4回が3ヶ月の12校。地方によっても違うんだけど、関西の方とか11校までとかね、あったりするんで、まあ関東普通、12校やるのが普通なんで、どこの塾もだいたい444っていう風にやってますよね。で、休校日があったりするって感じです。授業あるの知らなかった。事件ね。何回かあったよね、今までね。1回じゃなかった気がする。忘れてた。河合での遅刻はほとんどないかな。なんかすごい遅刻してったとかっていう記憶ないんで、電車遅れてとかっていうのもないな。1回ぐらいかな。でもそれも別に、あるか。電車、武蔵野線逆に乗ったことあるわ。でもなんか問題解かせる授業だったから大丈夫だったんだ。その問題解かせる授業とか、あとはティームティーチングでネイティブがいる授業とか、それぐらいだから、なんかすごいやばいってなったことはない気がしますね。うん、なんか遅れると思ったけど間に合ったってことはあったし、ないな、やっぱり。ネイティブが逆に遅れた時は自分がやってたし、やっぱこれ何回も言ってるように一番最初の夏期講習でね、四谷学院の時に寝坊して、完全に一限分すっぽかしたっていうね、それ最初の夏期講習ですけど、それぐらいしかないな、全体で。うん、思い出しても。そんな感じかな。まあ、去年はコロナ禍でなんか、休校ってなかったんだっけ？とか、もうそもそも発行ぐらいまでなかったもんね、一学期のね、授業自体が。で、休みばっかり。大学の休校はやったことあるな。そう、大学はやっぱり予備校よりも休校しやすかったから、自分自体やっぱり学生の時に休校、してる先生多かったから。そう、当時の合宿だ。そうそうそう。当時の合宿があるから休校しなきゃいけなかったんだ。毎年毎年大学の授業休校してましたね。大学の授業って、なんか休校、昔はね、休校するのが当たり前だったし、半分以上休校にした先生もいるもんね。だから全然授業行かなかったのに、単位が来た時マジでびっくりしました。へえ、みたいな。授業切って行かなかったのに単位来てる、どうして。そしたら先生の方が休んでたから。そんな無茶苦茶なことが許されてましたからね、昔の大学。だから当時の合宿の時いつも休校にして、その分、歩行してたね、大学の。大変だったな。今はもうそんなん気にしなくていいから、楽ですね、スケジュール。
ぶつかるのとか考えなくていいから、予備校で休校とかっていうのはね、あんまやっぱ考えられないから、今思えば休校にしてとか代行頼んで東進の公開授業とか行けばよかったなって思うけどね。まあでもそしたら怒られるか、そんなにダメです。まあ、最近はほらワクチンで休校にする先生とか代行お願いする先生いっぱいいるからね、副反応出ると思うんでっていうんで休む人今いるね、周りでも結構。でも普通そう休めない仕事だからね、ほんとこの休めない仕事っていうのでやっぱよろしくないなと思って、あんまりコロナ禍なんかあんま関係ないですけど、まあ本当にイベントとかいろいろ出れないんで、あーでも今度もそうか、コロナ禍でオンラインのイベントあるけど河合の授業があるから出れないんだよね。 YouTube のオフィシャルのねイベントあるんですけど、クリエイターの参加したいけど授業があるから参加できないんだよね。そうみんながやっぱ働いてない時間にっていう風にイベントやっても、私たち働いてる時間なんで、その時間がね社会性のない職業っていうわけなんですが、それもやっと終わりって感じです。まあ、代行は結構やったね。代わり体崩す先生っているじゃないですか、だからその体崩すたびになんか代わりに行ってたな。同じ授業を担当してる人がやるからよく東大クラスの代行で行くことが多かったな。はい、そんないい思い出、いや終わりって感じですね。もうだから残り80日ってやつの、今残り79日までなってますから、早いですね、時が経つのもうあっという間に来るんですね、その時は。まあいろいろとありますので楽しみにしててください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.